演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ちら、業務スーパーで買ってきたコーヒービーンズミルクチョココーティングと2種のカラフルチョコレート、チョコレートピーナッツ入りノーマル版を食べたいと思います。今回ちょっと器に移してこんな風にひとまとめにしてみました。こうしてみると本当にカラフルですね。そんな中でコーヒービーンズの得意性、カラフルチョコレートとピーナッツチャンネルレートはちょっと大きさに違いがあるので見た目から区別できますね。まあ区別でも本来ないんですけどね。では早速いただきます。カリカリザクザクのチョコレート、こういうのいいですね。しかも結構量があって満足感も得られるし、こちらのカラフルチョコレートは外側のチョコレートは意外とカリッとしていて歯ごたえがあり、それでいて噛んだ瞬間に後ろから程よくパリッと弾けて甘さを広げてくれて美味しかったです。結構これだけでも満足感ありましたね。でそれにピーナッツが加わったこちらは、あそこにさらにカリカリとしたピーナッツの食感も加わって本当にさらに美味しくなっていますね。ピーナッツが本当に香ばしかった。でこちらのコーヒービーンズ、これもなんかコーヒー豆って食べられるのかなと思った部分もちょっとあったんですけど、噛んでみると程よい感じで甘いミルクチョコレートの中から苦みが来て、カカオの苦みとはまた違った美味しさがあって美味しかったです。いずれも美味しかったですね。でもやっぱり歯ごたえがあるのはちょっと上なので、まずはこちらをこちらの点数、この2つはどちらもこちらの点数とさせていただきます。やっぱり歯ごたえがあるのがいいかな。まあその辺は好みかな。でひまわりよ、人形のようで元気だな。いや、人形が元気ってちょっと怖いけど。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると、高評価を押していただけると嬉しいです。演舞終演。